フワンダニエル・ホルリンは、アルゼンチン・サンタフェ州出身のサッカー選手。元アルゼンチン代表。ポジションはディフェンダー。ボカジュニアーズの下部組織出身であるが、2007年7月から、レアル・マドリードの下部組織に、レンタル遺跡で所属した経験もある。2008年4月19日、ニューウェルズ・オールド・ボーイズ戦でデビューした。12月20日、CA3。 ロレンソでアルマグロとの試合中に、アンドレス・シルベイラと交錯して倒れて痙攣し、病院に運ばれる出来事があった。2009年8月25日、8日に休止した、当時の首相、ダニエル・ハルケの後釜として遺跡金400万ユーロの5年契約で、RCD エスパニオールに完全移籍した。2019年12月21日、ジュビロ・イワタへの 完全移籍加入が発表された。しかし、出場機会はなくシーズン終了後に、契約満了により退団した。U-20 アルゼンチン代表に選出されていたが、FIFAU-20 ワールドカップの最終メンバーからは、外れた。アルゼンチン A 代表としては、2009年3月28日のベネズエラ戦、4月1日のボリビア戦に召集された。ありがとうございます。